はいどうも、のびちゃんのろたけちゃんです。こんにちは、おきんちゃん。はいどうも、こんにちは。どうも。今日よ、けんよ、なんかよ、けんの友達で遊び来たんだ。まだな、結構前来たんだな、な、隣町の YouTuber 来たんだ。俺、南相馬市鹿島区にいんだけど、相馬市ってとこの YouTuber が遊びに来ました。けんちゃんの友達ですな。もうフリー付き合いなんだ。どんな男が、知ってる人は知っているな、知らない人は全く知らない YouTuber な。俺と一緒で、あの底辺 YouTuber です。俺の仲間な、底辺だな。はいどうも、はい、こんにちは。あ、どうもこんにちは、三平スタイルです。はい、知ってます。はいどうもどうもどうも、いつもご視聴ありがとうございます。何、はい、三平スタイルくん、ちょっと後ろ見てみ、なんだ、鬼山くっついてる、これ。これ最高にいいんですよ。これいいよな、虫よけ最高です。最高。こいつがくっつけると本当に来ねえの。これもう本当にもうカメムシでも、ウでも、マジで、蚊でも本当に絶対ではないですけど、もうあのほぼ来なくなります。マジで、はい、ケン、おめもよ、悪い虫つかないようにくっつけたらいいんじゃない。いや、あ、ごめん、おめが悪い虫だ。え、金ちゃんのあの同級生なんだね。ね、ほんであの主になんだ、あの釣りのチャンネルかな。そうです、釣りチャンネルだよね。はい、あ、相馬市の方でこう相馬を宣伝しながら釣りチャンネルやっております。はい、あ、本当に釣りの面白さとか、あとはもう自然の、ね、豊かさをみんなに、あの紹介していく。三ペック、そんな動くな、金ちゃん隠れっから。俺動くか。本当におめえ、おめえも買ってけど友達も買ってからな。相当な可愛いもんね。権利割ってからどうしようもねえか。とりあえずあの後ろちょっとトランク上げてみて。やべえんだよな。なんかどこでも釣りできるようにいつもこれ積んであるってね。これやっぱ竿はその場所によって違うの。その場所によって、今はもううなぎ、うなぎ釣りのスタイル。あ、最近、はい、そうね、うなぎ釣りやってるからね。もうやってる。この間なんか釣ってさばいて食っちゃってたじゃん。さばいたんですけど、うん、なんかちょっと生臭くて、ね、それあれヤギ足んねえんだ。ああ、ノル抜きしてねえと。それ確かに言われました。ノル抜き、ノル抜き、はい、水さいっちしばらく置いてノル抜きすると見えたって。しょうがねえな。なんか焼き足りない、確かに言われましたね。でしょ、はい、まあまあまあ勉強だ、まあ、最初なんでだな、はい、なんでもおめえ失敗して成功すから。そうです、な、成功のもとは、ね、ありがたく命をいただいたんだな。けんどうだおめえ、今の俺の言い回し。明日雨ですか、ね、明日雨か、明後日雨、明後日雨、明後日雨です。これから何、三平スタイルはどういうチャンネルを目指してるところで。どういうチャンネル、ああ、どういうチャンネルっていうよりも、まあ、釣り一本で行くのか。釣り一本ですね。あ、いいね。で、最近ちょっとガサガサも始めたんですよ。なんだガサガサ。ガサガサっていうのは、あの網を、あの一つ持って、で、まあ、例えばこう用水路、田んぼの用水路に入っていってこう、ガサガサするんですよ。あ、ガサガサな。あ、俺子供の時よくやってた。やりましたね。そう、ガサガサでザリガニを取ったり、あ、ジョウを取ったり。いいね。はい、今一頭少ねえから土壌ザリガニ。ああ俺はよくこのほど緊張めデモきちゃったぞ。あ、これだおめ、これ、これですか。やばいだおめ、決定的瞬間動画に収めてやったかもしれない。えちょっと行ってみます。いや全然違うみたいだな。お客さんだな。まあ、とりあえずね、三平くん、あの一生懸命頑張ってね、釣り動画作ってますんでね、はい、ぜひ皆様見てください。三平スタイルです。よろしくお願いします、ね、あ、ちょっと一回動画止めてステッカー持ってくから、じゃあまた後で、はい、あ、よー、あんじゃねえ、はい、三平スタイルくんのこれ写真か、シールじゃなくて。そうですね、これ写真ですね。なあ、はい、なんか QR コードってなんだ、はい、皆さん、この QR コードから読んでください。無理か、うん、画面越しじゃ見えます、見えます、ほら。近いです。それからおめえ、さすがにおめえ動画登録いけねえみな。あとこれだ、三平スタイル、これいいよな、はい、なんか個人で一生懸命ねシール作ってる。これ見て、これ、これ頑張ってんです、三平くん。ヒラメ釣ったことないんですけど。釣ったことないのか。はい、釣ったことないんですけど。これカレーじゃねえのか、はい、ヒラメか、あ、左だ、はい、カレーやヒラメだな。釣ったことないんですけど、なんちゃって作っちゃいました。ふざけてんな。いやサンペスタイル、ふざけてったで。釣ったことねえけど作っちゃったって。作っちゃった。これ魚拓がなんかのシール作ったらいいの。魚拓いいっすね。ああ、でもそこまで大きいの釣大丈夫かおめえ、はい、あの5センチぐらいのアイナメでも。うなぎで魚拓。うなぎはあの魚拓うまく取れねえから、作ってみる。にあのペタ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 やれたやつ、一回締めてからやんねえと。とりあえず、はい、とりあえずね、はい、隣町の YouTuber 三平スタイルさん頑張ってるんで、あの
機会があったらぜひ見てください。よろしくお願いします。はいはい、鍋チャンネルも三平チャンネルもよろしくお願いします。先手者、よし、先手者から300人呼ぼうぜ。あ、300人。やめろ、やめろ。ちょっとそういうことで。300人、300人か。じゃあまた皆さん会いましょう。グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。じゃあまた遊びに来て。お願いします。はい、頑張ろうね。はい。